はい、皆さんこんにちは、この4月よりウィンドウケーサラ科の担任をすることになりました佐藤和音です。よろしくお願いします。2016年度始まりましたが、これから進路に向けていろいろと考える時期に皆さんなってくると思いますが、私もこの学校を卒業しました。ウィンドウケーサラ科を卒業して、高校生の頃は本当に音楽が仕事にできるのかとかとても不安だったんですけれども、ぜひ皆さんもオープンキャンパスに来て私とお話をして、ウィンドウケーサラ科のいいところをどんどん知っていってほしいと思います。オープンキャンパスへの参加お待ちしています。